驚きの真実、信長と秀吉の関係。皆さんこんにちは。今日は戦国時代を制した二人の天才、織田信長と豊臣秀吉の知られざる関係について驚きの真実をお伝えします。表向きは師弟関係だった二人ですが、実は水面下で激しい確執があったことをご存知でしょうか。今回の動画では歴史の教科書には載っていないその隠された真相に迫ります。戦国時代の権力ゲームは現代のビジネス社会や人間関係にも通じるものがあります。二人の天才が織りなす駆け引きと野望、そして避けられない運命から私たちは何を学べるのでしょうか。もしあなたが人間関係や組織内での立ち回りに悩んでいるなら、この動画は必見です。信長と秀吉の関係性から現代に生きる我々への貴重な教訓が得られるはずです。最後まで見ることで歴史から学ぶ人間関係の真髄を理解できるでしょう。それでは信長と秀吉の驚くべき関係性に迫っていきましょう。戦国時代を制した二人の天才、織田信長と豊臣秀吉は戦国時代を制した二人の天才であり、その卓越した才能と戦略によって日本の歴史を大きく動かした人物たちです。二人が天才と呼ばれる理由は、まず信長の革新的な戦略と秀吉の卓越した外交手腕にあります。信長は火縄銃の導入や兵糧攻めなど当時の常識を覆す戦術を駆使し、短期間で大きな勢力を築き上げました。一方秀吉は外交的手腕を生かし、敵対勢力を巧みに味方につけ、最終的に天下統一を成し遂げました。また二人とも低い身分から這い上がり、その才能によって頂点に立ったという点も彼らが天才と呼ばれるゆえんです。特に秀吉は農民の出身でありながら天下人にまで上り詰めた稀有な例として知られています。信長の天才ぶりを示す具体例として桶狭間の戦いが挙げられます。圧倒的に不利な状況下で信長はわずか2000の兵で今川義元の2万5000の大軍を破りました。これは奇襲攻撃と地形を巧みに利用した戦略の賜物でした。秀吉の天才的な外交能力を示す例としては小田原征伐が挙げられます。秀吉は20万もの大軍を率いて北条氏を包囲しましたが、実際に戦闘を行うことなく外交交渉によって北条氏を降伏させることに成功しました。これにより多くの人命を救うとともに効率的に領土を拡大することができたのです。このように信長と秀吉は戦略、外交、そして身分の壁を越える力など多方面にわたる卓越した才能を持っていました。彼らの天才的な能力があったからこそ戦国時代という激動の時代を制することができたのです。表向きは師弟関係、しかし裏では織田信長と豊臣秀吉は表向き師弟関係を保っていましたが、実際には複雑な関係性があり、裏では権力闘争と確執が存在していました。二人の関係が複雑だった理由は主に以下の3点にあります。 1. 出自の違い。信長が貴族の血筋を引く武家の出身であるのに対し、秀吉は農民の出身でした。この身分の差は二人の価値観や行動様式に大きな影響を与えていました。 2. 野心の衝突。信長は革新的な統治を目指していましたが、秀吉は自身の出世と権力の獲得に重きを置いていました。この目標の違いが徐々に二人の間に溝を作っていきました。 3. 信長の警戒心。秀吉の急速な出世と影響力の拡大に対し、信長は警戒心を抱くようになりました。これが表面上は良好に見える関係の裏で、信長が秀吉を牽制する行動につながっていきました。表向きの師弟関係と裏での確執を示す具体例として、長篠の戦いにおける信長の行動が挙げられます。この戦いで信長は秀吉に危険な最前線の任務を与えました。これは秀吉の能力を試すと同時に彼を牽制する意図があったと考えられています。また本能寺の変の直後、秀吉が驚異的なスピードで山崎の戦いを仕掛け、明智光秀を倒したことも彼が常に自身の出世と権力獲得の機会を伺っていたことを示しています。この行動は表向きは主君の仇討ちでしたが、実際には自身の地位を確立するための戦略的な動きだったのです。このように信長と秀吉の関係は表面上は師弟関係でありながら、実際には複雑な権力関係と確執が存在していました。二人の出自の違い、個人的な野心、そして信長の警戒心がこの複雑な関係性を生み出していたのです。今明かされる知られざる確執の真相。
信長と秀吉の間には長年にわたって表面化しなかった確執が存在し、その真相が近年の研究によって明らかになってきています。この確執が長年明らかにならなかった理由は主に3つあります。 1. 歴史の美化。江戸時代以降、信長と秀吉の関係は理想的な君臣関係として美化される傾向がありました。これにより2人の間の確執や対立は隠蔽されてきました。 2. 資料の制限。秀吉は自身に不利な記録を意図的に破棄したり改ざんしたりしたとされており、真実を知るための一次資料が限られていました。 3. 政治的配慮。豊臣政権下では信長と秀吉の関係性について批判的に論じることが困難でした。これが確執の真相が長らく明らかにならなかった一因となっています。最近の研究で明らかになった確執の例として、信長による秀吉の出世抑制が挙げられます。信長は秀吉の才能を認めつつも、彼に重要な領地を与えることを躊躇していました。例えば秀吉が望んでいた近江の領地をあえて別の家臣に与えるなどの行動が確認されています。また秀吉が信長の意向に反して独自の外交政策を進めていたことも明らかになっています。特に毛利氏との和平交渉において、秀吉は信長の意向を無視して自身の判断で和平を進めていました。これは秀吉がすでに信長の権威から離れ独自の権力基盤を築こうとしていたことを示しています。このように信長と秀吉の間には表面化しない確執が存在し、それが徐々に明るみになってきています。二人の関係は単純な師弟関係ではなく、互いの野心と警戒心が絡み合う複雑なものだったのです。この真相を知ることで、我々は戦国時代の権力構造や人間関係をより深く理解することができるのです。信長と秀吉、出会いから台頭まで。信長に仕えた木下藤吉郎時代。木下藤吉郎時代の秀吉は信長に仕える一介の足軽からその才能を認められ、急速に出世していきました。秀吉は生まれは卑しかったものの、その並外れた知恵と機転、そして人心掌握術によって信長の目に留まり、重用されるようになりました。信長は身分や出自にとらわれず、実力本位で家臣を登用する革新的な考え方を持っていたため、秀吉のような才能ある人物を見逃すことはありませんでした。例えば秀吉が初めて信長に仕えた際、彼は城の改修工事を任されました。その時秀吉は工事の効率を上げるため、労働者たちに褒美を与えるなどの工夫を凝らし、驚くほど短期間で工事を完了させました。この功績により信長は秀吉の才能に気づき、より重要な任務を任せるようになったのです。また信長が今川義元との桶狭間の戦いに出陣する際、秀吉は草履取りとして従軍しました。その時秀吉は信長の馬の足を洗う際に、水をかけずに泥だけを落とすという機転を利かせた行動を取りました。これにより馬のひづめが濡れて滑る危険性を回避し、信長の安全を確保したのです。この小さな気遣いが信長の心をつかむ一因となりました。木下藤吉郎時代の秀吉はその才能と機転によって信長の信頼を勝ち取り、出世の階段を駆け上がっていったのです。秀吉の才能と急激な出世。秀吉の並外れた才能と功績により、彼は信長配下で急激な出世を遂げ、わずか数年で重臣の一人となりました。秀吉の出世の速さは戦国時代においても類を見ないものでした。彼の戦略的思考、外交術、そして兵端管理能力は信長の下で次々と成果を上げ、その評価を不動のものにしていきました。特に秀吉の采配による戦勝や敵対勢力の説得による無血開城など、その功績は目覚ましいものでした。最も顕著な例として1573年の長浜城攻めが挙げられます。秀吉は敵将の浅井長政の家臣たちを巧みに説得し、内容させることに成功しました。これにより長浜城は無血開城となり、信長軍は大きな損害を出すことなく重要な拠点を手に入れることができました。この功績により秀吉は長浜城主に任命され、一気に大名クラスの地位にまで上り詰めたのです。また1575年の長篠の戦いでは、秀吉は兵端を担当し、大軍の食料や物資の調達、輸送を見事にこなしました。この後方支援の成功が、
武田勝頼との決戦における信長軍の勝利に大きく貢献しました。この功績により秀吉はさらに信長の信頼を深め、重臣としての地位を確固たるものにしたのです。秀吉の才能と功績は信長の下で存分に発揮され、彼の急激な出世をもたらしました。卑しい出自からわずか数年で戦国大名の一人にまでなった秀吉の出世は、まさに戦国時代を象徴する立身出世の物語と言えるでしょう。信長の寵愛と秀吉への嫉妬の芽生え。信長の秀吉への寵愛が高まるにつれ、他の重臣たちの間で嫉妬の感情が芽生え始めました。この状況が後の確執の土壌となっていきます。秀吉の急激な出世と信長からの厚い信頼は他の家臣たちにとって脅威となりました。特に信長の実弟である織田信行や、長年信長に仕えてきた柴田勝家などの重臣たちは、自分たちの地位が脅かされるのではないかという不安を抱くようになりました。また秀吉の出自の低さも彼らの反感を買う一因となりました。1582年の備中高松城の戦いでは、秀吉の独断専行が問題となりました。秀吉は信長の許可を得ずに水攻めを開始し、これが功を奏して高松城を陥落させました。この功績により秀吉は信長からさらなる寵愛を受けましたが、同時に他の重臣たちの反感を買うことにもなりました。特に柴田勝家は秀吉の行動を越権行為だと非難し、信長に進言しましたが、信長はそれを取り合わなかったのです。また信長が秀吉に与えた猿という愛称も他の家臣たちの嫉妬心を刺激しました。この愛称は秀吉の機敏さや知恵を称えるものでしたが、同時に彼の卑しい出自を揶揄するものでもありました。信長が公の場で秀吉を猿と呼ぶたびに、他の家臣たちは複雑な感情を抱いたと言われています。信長の秀吉への寵愛は他の重臣たちの嫉妬心を刺激し、秀吉を取り巻く環境に亀裂を生じさせました。この状況が後の織田家内部の権力闘争や秀吉の台頭に対する反発の素地となっていったのです。信長と秀吉の関係は表面上は主従関係でありながら、その内実は複雑な力学が働いていたと言えるでしょう。お互いの視点から見た確執。信長が秀吉に抱いた不安と不信。織田信長は秀吉の急速な台頭と巧みな人心掌握力に対して深い不安と不信を抱いていました。信長は秀吉の類まれな才能と野心を認識しており、自身の権力基盤を脅かす存在になる可能性を危惧していました。秀吉の出世スピードと家臣たちの間での人気の高さは信長にとって諸刃の剣でした。一方で秀吉の能力は信長の野望達成に不可欠でしたが、同時に将来的な脅威となる可能性も秘めていたのです。天正3年の長篠の戦いの後、信長は秀吉を褒めたたえながらも、猿、我を欺くなと警告したとされています。これは秀吉の功績を認めつつも、その野心を警戒する信長の複雑な心境を表しています。また信長は秀吉に対して木下藤吉郎という名前を与えましたが、これは秀吉の出自の低さを常に意識させる意図があったとも言われています。信長は秀吉の才能を高く評価しながらも、その急速な台頭と影響力の拡大に対して常に警戒心を抱いており、両者の関係には表面上の協力関係の裏に緊張感と不信感が潜んでいたのです。秀吉による信長への忠誠と野心。豊臣秀吉は織田信長に対して表面上は絶対的な忠誠を示しながらも、内心では自身の野心を秘めていました。秀吉は信長の下で急速に出世を遂げ、その過程で信長への忠誠心を深めていきました。しかし同時に自身の才能と野心に目覚め、より高い地位と権力を求めるようになりました。秀吉は信長の信頼を得ることが自身の出世の鍵であることを理解しており、表向きは忠実な家臣を演じながら、裏では着々と自身の権力基盤を固めていったのです。秀吉は信長の命令に従い、中国地方の毛利氏討伐に向かう際、自身の領地である長浜城を信長に返還しています。これは信長への忠誠を示す行為でしたが、同時に信長の信頼を得てより大きな権力を得るための戦略的な判断でもありました。また本能寺の変後、
秀吉が驚異的なスピードで山崎の戦いを仕掛け、明智光秀を討ち取ったことは、信長への忠誠を示すと同時に、自身の権力掌握への野心を実現する絶好の機会となりました。秀吉は、信長への忠誠と自身の野心の間でバランスを取りながら、着実に権力を築いていきました。表向きの忠誠心と内なる野心の共存が、秀吉の成功の鍵となったのです。戦国時代の権力ゲームにおけるリアルな心境。戦国時代の権力ゲームにおいて、信長と秀吉は共に複雑で矛盾した心境を抱えていました。戦国時代は常に生死をかけた権力闘争の時代でした。この激動の時代において、信長と秀吉は互いに相手の存在なしには自身の野望を達成できないことを認識しながらも、同時に相手を潜在的な脅威として警戒せざるを得ませんでした。両者は協力と競争、信頼と不信、尊敬と嫉妬といった相反する感情を同時に抱えながら、自身の野望の実現に向けて行動していたのです。信長は秀吉の才能を高く評価し、重要な任務を任せる一方で、猿、我を欺くなという言葉に象徴されるように常に警戒心を抱いていました。秀吉も信長の命令に忠実に従いながら、本能寺の変後はわずか11日で明智光秀を討ち取り、自身の権力基盤を確立しています。これらの行動は両者が置かれた複雑な立場と心境を如実に表しています。また信長が秀吉に与えた芝という変記は、秀吉の能力を認めつつも、その主事の低さを意識させる意図があったとされています。一方、秀吉は信長から与えられた芝という名を誇りに思いながらも、最終的には豊臣という独自の姓を名乗ることで信長の影響力からの脱却を図りました。戦国時代の権力ゲームにおいて、信長と秀吉は互いの存在を必要としながらも警戒し合う極めて複雑な心境にありました。両者の関係は戦国時代という激動の時代における人間関係の複雑さと権力をめぐる駆け引きの激しさを如実に表しているのです。この時代を生き抜いた二人の天才武将の心境は、現代社会においても通じるものがあります。組織内での人間関係やビジネスにおける競争と協調のバランスなど、現代人も似たような状況に直面することがあるでしょう。信長と秀吉の関係から学べることは、才能ある部下の育成と管理の難しさ、そして野心を持ちながらも上司との良好な関係を維持することの重要性です。彼らの複雑な関係性は単なる歴史上の出来事ではなく、人間の本質的な欲望や感情、そして権力構造における普遍的な課題を浮き彫りにしています。信長と秀吉の確執を通じて、我々は権力と人間関係の複雑さ、そして自身の野望と他者との協調のバランスをどのように取るべきかを考えさせられるのです。水面下で進行する権力闘争。本能寺の変、信長の死と秀吉の素早い行動。本能寺の変は信長の死と秀吉の権力掌握への転換点となりました。秀吉の素早い行動が彼の野心と戦略的思考を如実に示しています。秀吉は信長の死を知るや否や、驚異的なスピードで行動を起こしました。これは単なる忠臣の行動ではなく、権力を掌握するための計算された戦略でした。秀吉は信長亡き後の混乱した状況を自身の台頭のチャンスと捉えたのです。本能寺の変が起きた1582年6月21日、秀吉は中国地方の毛利氏と戦っていました。しかし、信長の死の知らせを受けるや否や、驚異的な速さで近江の山田長政と和議を結び、わずか1日で中国地方から近畿地方へ軍を移動させました。この中国大返しと呼ばれる迅速な行動により、秀吉は明智光秀を討伐し、信長の後継者争いで有利な立場を確保したのです。秀吉の素早い行動は、彼の並外れた判断力と行動力を示すとともに、権力掌握の強い野心を表しています。本能寺の変は秀吉にとって悲劇であると同時に、大きなチャンスでもあったのです。羽柴秀吉から豊臣秀吉へ、権力の掌握。秀吉は羽柴秀吉から豊臣秀吉へと名を変え、着実に権力を掌握していきました。この過程は彼の政治的手腕の野心の表れであり、信長の意志とは異なる道を歩み始めたことを示しています。秀吉は
本能寺変後の混乱した情勢を巧みに利用し、信長の後継者たちを次々と排除していきました。彼は武力だけでなく、外交や駆け引きなどあらゆる手段を用いて自身の地位を確立していったのです。この過程で秀吉は信長の意志を継ぐ者としての立場から独自の権力基盤を持つ者へと変貌を遂げていきました。1583年の賤ヶ岳の戦いで秀吉は信長の後継者候補であった柴田勝家を破りました。その後1584年の小牧長久手の戦いでは織田信雄と徳川家康との戦いを経て最終的に和議を結びます。これらの戦いを経て秀吉は徐々に自身の権力基盤を固めていきました。1585年には関白に就任し、1586年には豊臣姓を賜り、ついに豊臣秀吉として天下人の地位を確立しました。この過程で秀吉は信長家の血筋ではない自身が権力を掌握するため巧みな政治手腕を発揮したのです。羽柴秀吉から豊臣秀吉への変遷は単なる名前の変更以上の意味を持っています。それは信長の家臣から独立した権力者への転身を象徴しており、秀吉の野心と政治的才能が遺憾なく発揮された結果なのです。信長の意志と秀吉の野望、相反する二つの道。信長の意志と秀吉の野望は表面上は一致しているように見えながら、実際には相反する二つの道でした。この違いが両者の確執の根本的な原因となったのです。信長は中央集権化と封建制度の打破を目指し、能力主義に基づく新しい社会秩序の確立を目指していました。一方、秀吉は表向きは信長の意志を継ぐと主張しながらも、実際には自身の権力基盤を固めることに注力しました。秀吉の野望は信長の理想とは異なる、より現実的で自己中心的なものだったのです。信長は楽市楽座政策や織田家の家臣団改革など従来の封建制度を打破する政策を推進しました。これに対し秀吉は太閤検地や刀狩り令を実施し、表面上は信長の政策を踏襲しているように見せかけながら、実際には自身の権力基盤を強化する方向に政策を展開しました。また信長は宣教師を保護し、キリスト教の布教を認めるなど開放的な政策を取りました。一方、秀吉は当初こそ信長の方針を踏襲しましたが、後にはバテレン追放令を出すなどキリスト教に対する態度を一変させました。これは秀吉が自身の権力基盤を脅かす可能性のあるものを排除しようとした現れと言えるでしょう。信長の意志と秀吉の野望は表面的には同じ方向を向いているように見えながら、その本質は大きく異なっていました。信長が目指した理想主義的な社会改革に対し、秀吉は現実主義的な権力掌握を目指したのです。この違いが両者の確執の根底にあり、秀吉の行動を通じて徐々に表面化していったと言えるでしょう。この相反する二つの道は戦国時代末期の日本の方向性を大きく左右することとなり、その影響は江戸時代にまで及ぶことになるのです。信長と秀吉、二人の天才の確執は単なる個人的な対立を超えて日本の歴史の転換点となったと言っても過言ではありません。表面化する確執、信長の親族との対立。信長の後継者問題、織田信雄 VS 織田信孝。本能寺の変後、織田信長の後継者問題が浮上し、長男の信雄と次男の信孝が対立しました。この対立は秀吉が織田家の内紛に介入する絶好の機会となりました。信長の突然の死により強力なリーダーを失った織田家は混乱に陥りました。信雄と信孝はそれぞれ自身が正当な後継者であると主張し、支持者を集めて対立しました。この状況は秀吉にとって織田家の内部に介入し自身の影響力を拡大する絶好の機会となったのです。信雄は信長の長男として父の遺志を継ぐ正当な後継者であると主張しました。一方、信孝は信長の寵愛を受けていたことを理由に自身こそが適任であると訴えました。両者は各地の大名や家臣たちに支持を求め、織田家は二分されました。この混乱の中、秀吉は表向き和解の仲介役を買って出ながら、実際には両者の対立を巧みに利用し自身の地位を高めていきました。
信長の後継者問題は織田家の弱体化と秀吉の台頭を招く結果となりました。この対立は戦国時代の権力闘争の複雑さと秀吉の政治的手腕の巧みさを如実に示す出来事となったのです。秀吉による信長一族の排除。秀吉は表向きは織田家の中心を装いながら巧妙な策略を用いて信長の一族を次々と排除し、自身の権力基盤を固めていきました。秀吉にとって織田家の存在は自身の天下統一の障害となりました。信長の意向を借りつつ実質的な権力を掌握するためには織田一族を政治の表舞台から退ける必要があったのです。秀吉は自身の野望を隠しながら織田家の内紛や他の大名との対立を利用して一族を徐々に弱体化させていきました。まず秀吉は信勝と信孝の対立を利用し、清須会議で信勝を擁立しながらも実質的な権力を自身に集中させました。次に小牧長久手の戦いで信勝を破り、織田家の本拠地である尾張を奪い取りました。さらに信孝を近江に追放し、最終的には信長の三男である信兼も排除しました。これらの行動を通じて秀吉は織田家の影響力を完全に奪い、自身の権力基盤を確立したのです。秀吉による信長一族の排除は表面上は織田家への忠誠を装いながら、実際には巧妙な政治的駆け引きによって遂行されました。この過程は秀吉の政治的才能と野心、そして戦国時代の権力闘争の苛烈さを如実に示すものとなりました。天下統一への道、信長の理想と秀吉の現実主義。信長の天下統一への道と秀吉のそれは、理想主義と現実主義という対照的なアプローチの違いを示しています。信長が革新的な改革を目指したのに対し、秀吉はより現実的で妥協的な手法を用いて天下統一を達成しました。信長は封建制度や仏教制度などの既存の秩序を根本から覆そうとする革新的な政策を推し進めました。一方秀吉は既存の秩序を利用しつつ徐々に変革を進める現実主義的なアプローチを採用しました。この違いは両者の出身や経験、そして時代の要請の違いから生まれたものと考えられます。信長は楽市楽座政策による商業の自由化、宗教勢力の抑圧、西洋文化の積極的な導入など、当時としては極めて革新的な政策を次々と実行しました。これに対し秀吉は太閤検地や刀狩り令など既存の社会秩序を利用しつつ徐々に中央集権化を進める政策を採用しました。また信長が武力による征服を重視したのに対し、秀吉は懐柔策や外交交渉を巧みに使い、できる限り戦闘を避けて統一を進めました。信長の理想主義的なアプローチと秀吉の現実主義的なアプローチはそれぞれの長所と短所を持っていました。信長の革新的な政策は社会に大きな変革をもたらしましたが、多くの敵を作る結果となりました。一方秀吉の現実主義的なアプローチはより少ない抵抗で天下統一を達成することを可能にしましたが、根本的な社会改革には至りませんでした。この違いは両者の確執の根底にある思想の違いを示すとともに、戦国時代から近世への移行期における日本社会の複雑さを浮き彫りにしています。以上が信長と秀吉の確執が表面化し、特に信長の親族との対立が顕著になった時期についての詳細な解説です。この時期は両者の政治手法や理想の違いが明確になり、秀吉が徐々に自身の権力基盤を築いていく過程を示しています。信長の突然の死後、織田家の内紛と秀吉の台頭、そして天下統一への道のりにおける両者のアプローチの違いは、戦国時代末期の複雑な権力関係と日本の統一過程における重要な転換点を示す出来事だったと言えるでしょう。歴史が語る二人の関係性。師弟関係から対立へ、避けられない運命だったのか。信長と秀吉の師弟関係から対立への変化は、戦国時代の権力構造と彼らの個性が絡み合った結果、避けられない運命だったと言えます。戦国時代は常に権力闘争が繰り広げられる時代でした。信長と秀吉は共に非常に優れた才能を持っていましたが、その才能ゆえに衝突は避けられませんでした。信長の革新的な思想と秀吉の現実主義的なアプローチ、そして両者の野心が最終的に対立を生み出したのです。本能寺の変後の秀吉の行動を見てみましょう。
信長の死後、秀吉は驚くべき速さで権力を掌握しました。山崎の戦いで明智光秀を破り、その後信長の後継者争いに介入し、最終的には信長の親族を排除しています。これは秀吉が信長の意思を継ぐというより、自身の野望を実現するための行動だったと解釈できます。信長と秀吉の対立は、彼らの才能と野心、そして戦国時代という時代背景が複雑に絡み合った結果であり、ある意味で避けられない運命だったと言えるでしょう。二人の関係性の変化は、戦国時代の権力構造と人間の本質を如実に表しているのです。信長と秀吉、それぞれの歴史的評価。信長と秀吉は共に戦国時代を代表する英雄として高く評価されていますが、その評価の内容には明確な違いがあります。信長は革新的な政策と斬新な戦略で知られ、近代化の先駆者として評価されています。一方、秀吉は現実主義的な政策と卓越した外交手腕で、実際に全国統一を成し遂げた人物として評価されています。両者の評価の違いは、彼らの統治スタイルと時代背景の違いに起因しています。信長の革新的な政策の例として、楽市楽座政策があります。これは従来の商業規制を撤廃し、自由な商業活動を促進するものでした。また信長は南蛮文化を積極的に取り入れ、鉄砲の大量生産にも成功しました。一方、秀吉の政策の例としては、太閤検地や刀狩り令があります。これらは農民の管理と武士と農民の身分の明確化を図るものでした。また秀吉は朝鮮出兵を行い、対外政策にも積極的でした。信長と秀吉はそれぞれ異なる方法で戦国時代に大きな影響を与えた人物として評価されています。信長は革新と近代化の象徴として、秀吉は現実的な統一者として日本史に名を残しているのです。現代に生きる我々への教訓、天才たちの確執から学ぶこと。信長と秀吉の確執から、我々は組織内での人間関係や権力構造、そしてリーダーシップのあり方について多くのことを学ぶことができます。彼らの関係性の変化は、組織内での人材育成と権力移行の難しさを示しています。また異なるビジョンや手法を持つ人物同士がどのように協力し、あるいは対立するかという点でも、現代の組織運営に通じる要素が多く含まれています。現代の企業でも創業者と後継者の間で対立が生じることがあります。例えば、創業者が革新的なビジョンを持っているのに対し、後継者がより現実的なアプローチを取る場合、信長と秀吉の関係に似た状況が発生する可能性があります。また急成長するベンチャー企業で、初期メンバーと新たに加わった経営陣との間で意見の相違が生じるケースも、彼らの確執から学ぶべき点が多いでしょう。信長と秀吉の確執から、我々は以下のような教訓を得ることができます。 1. 異なるビジョンや手法を持つ人材をいかに活用するか。 2. 組織の成長に伴う権力構造の変化にどう対応するか。 3. リーダーの交代をスムーズに行うための方策。 4. 才能ある部下の育成とその野心のコントロール。これらの点を意識することで、現代の組織運営においてもより効果的なリーダーシップを発揮することができるでしょう。以上が、信長と秀吉の関係性から導き出される結論と、現代に生きる我々への教訓です。彼らの確執は単なる歴史上の出来事ではなく、人間社会の普遍的な課題を映し出す鏡となっているのです。この教訓を生かし、より良い組織づくりや人間関係の構築に役立てていくことが、現代を生きる我々の課題と言えるでしょう。信長と秀吉の二人は表向き師弟関係でありながら、水面下では激しい権力闘争を繰り広げていました。信長の寵愛と秀吉への嫉妬、本能寺の変後の秀吉の素早い行動、信長の意志と秀吉の野望の相反など、複雑な関係性が明らかになりました。信長と秀吉の関係は、現代の私たちがリーダーシップを考える上で、ただ単に能力が高いだけでなく、周囲との調和を大切にすることの重要性を教えるものです。彼らの歴史を学ぶことで、様々な局面で適切な判断を導き出す知恵を得ることができるのです。